我々ちゃんと5月の10日に総会を開いて王子さんも来てくれって言ってるのに王子さん来ない、こういったちゃんとした民主的な手続きを踏んでるにもかかわらず総務省がここを大津さんだというようなことになれば、まあそれこそ国家賠償請求ですね。特に債権者の方、政治家女子法廷と等にお金を貸している方や従業員の方ですね、出入りの業者の人たちはちょっと総務省それはむちゃくちゃだよねというような国賠を行うということになろうかと思います。あの常にだからこれ大津さんにするっていう必要性がどう考えてもないと思います。だから総務省が大津さん斉藤君に変えないっていうことを今判断してるわけではないということを先ほどの録音を聞いていただいたのは非常に重要なことなので、総務省は未だに決めてない、斉藤君か大津さんか決めていないっていうのがミソであって、政党の場合は法務局が代表者を決めるんじゃなくて総務省が代表者を決めるんだと。